ノートン・サイモン美術館はアメリカ・カリフォルニア州パサデナにある美術館。かつてはパサデナ美術館という名称だったこともある。アメリカ人実業家、ノートン・サイモンの個人的コレクションをもとにして開設された。チベット、ネパール、カンボジア等の南アジアの絵画、彫刻、タペストリーのほか、19世紀印象派を中心とする西欧絵画を所蔵する。 ノートン・サイモン美術館は南アジアや東南アジアの芸術品を多く収蔵している。インド、パキスタン、ネパール、チベット、カンボジア、タイ、さらにアフガニスタンやビルマ、バングラデシュ、中国、インドネシア、スリランカ、ベトナム、日本から集められた芸術品が展示されている。特にクシャーナ朝やプタ朝時代に作られた石の彫刻や長ラ朝のブロンズの像など、 インドは大陸の品が充実している。その他にも、タンカや、チベットやネパールの仏教画などもある。また、以前は、フランク・ロイド・ライトのものであった、日本の木版印刷も多く収蔵している。ラファエロ・サンツヨの初期の聖母画の一つ、本を持つ、聖母誌。1502年から1503年頃。初期ルネサンス、正規ルネサンスからマニエリスムまで14世紀から16世紀の、 芸術品を収蔵している。その中には、パオロ・ベネツィアーノや、ジョバンニ・ディ・パオロの作品、グアリエント・ディ・アルポの祭壇画が含まれる。他には、ヤコッポ・バッサーの、サンド・ロボッティ・チェッリ、フィリピーノ・リッピー、ラファエロ・サンティ、ルーカス・クラーナ派、ハンス・メム・リンクの作品もある。ジョルジョーネや、ジョバンニ・ベリーに、エル・グレコの肖像画も所蔵している。バロック時代の作品としては、グイドレーに、 グエルチーノ、バルトロメエステバン・ムリーリョ、フランシスコ・デスル・ワラン等がある。また、ピーテル・パウル・ルーベンスの作品も収蔵している。オランダ絵画からは、レンブラント・ファン・レイン、フランドルやドイツからは、生物画等、フランスからは、クロード・ロランや、ニコラプス・サン、アントワーヌ・バトジャン・オノレ・フラゴナール、フランソワ・ブーシェなどがある。ローマやベネツィアからは、ピエトロ・ロンギ、ジョバンニ・パオロ・パンニーに、 フランチェスコ・グアルディ、カナレット、ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロ等の作品がある。ドミニク・アングルや、フランシスコ・デ・ゴヤ等の作品が19世紀のコレクションを形作っている。ジャン・バティスト・カミー・ユコローギュスターブ・クールベ、エド・アール・マネといった写実趣味の作品、クロード・モネ、ピエール・オーギュストル・ノアール、エドガード・が、フィンセント・ファン・ゴフホ、ポール・セザンヌ、ポール・ゴーギャンといった、 印象派やポスト印象派の作品も所蔵している。他には、オーギストロダンのブロンズの彫刻が美術館の前提に展示されている。また、エドアル・ビューヤールやピエール・ボナールの作品も収蔵している。ノートン・サイモン美術館には、モダンアートのコレクションもある。パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラック、アンディ・マティス、ディエゴ・リベラ等である。また、青木氏のメンバーであったパウル・クレイや リオネル・ファイニンガー、アレクセイ・フォン・ヤウレンスキー、ワシリー・カンディンスキーの作品もある。近代美術と現代美術の作品に関しては、パサデの美術館のコレクションを引き継いでいる。その中には、ロバート・ラウシェンバーグ、ルイーズ・ネベルソン、ジョゼフ・コーネル、エドワード・キーンホルツ等が含まれる。ポップアートや、ミニマルアートからは、ロイ・リキ・テンスタイン、アンディ・ウォーホル、ドナルド・ジャット、 ロバート・アーウィンの作品が収蔵されている。リチャード・ディーベン・コー・オーミア、サム・フランシス、エドル・シェ、ケネス・プライスといった1950年代から1970年代のカリフォルニアアートのコレクションも充実している。彫刻の分野では、アリスティド・マイ・オールや、ヘンリー・ムーア、コンスタンティン・ブラン・クーシ、バーバラ・ヘップ・ワース、イサム・ノグチの彫刻が展示されている。ロサンゼルス中心部からは、 ユニオン駅からゴールドラインでデルマー駅下車。ありがとうございます。